今やすっかり身近になったスマートフォンとタブレット。このおかげで私たちは遠い異国で発信された映像も手軽に見ることができます。こうしたサービスを今後も続けていくには、光通信をさらに高速化する必要があります。これまで NTT はさまざまな方法で光通信を高速化してきました。しかし近年、デジタル信号処理をベースとした光通信が採用され、ある限界が見えてきました。それは CMOS の帯域制限です。 CMOS とはデジタル信号処理において一般的に使われている半導体です。近年の光通信では CMOS でデジタル信号処理を行い、 CMOS DAC というデバイスがデジタル情報を電気信号に変え、その電気信号から光信号が作られます。 CMOS DAC が1秒間に電気信号を何回打てるかが光通信の速度を決めます。 CMOS DAC の限界は1秒間に300億回。これほど速くてもスマートフォンやタブレットにより増え続ける情報量にやがて対応できなくなってしまうのです。アナログバンドウィッド of CMOS based DACs in an optical transmitter is one of the major limiting factors for the system capacity. In 2011, we came up with a breakthrough idea for doubling the bandwidth of CMOS based DACsUsing an analog multiplexer. 2つの CMOS DAC を並列に置いて交互に電気信号を出します。そして AMAX というデバイスで合流させます。こうすれば光通信のスピードを2倍にすることができます。2倍にする、ダブルにするという意味から、この装置は帯域ダブラと名付けられました。アイデアは実にシンプル。しかしその実現には数多くの技術を必要としました。 CMOS より高速で動作するトランジスタを実現する化合物半導体プロセス技術、 IC を設計する技術、2つの信号を前もって重ね合わせやすくしておく技術など、 NTT のさまざまな技術が投入されました。こうして5年の歳月をかけて帯域ダブラが完成しました。次世代の光通信を切り開くデバイスです。NTT は帯域ダブラの有効性を実証するために大容量光伝送実験を行いました。陸上および太陽横断長距離伝送において帯域ダブラが正常に機能することを確認し、複数の光伝送レコードの樹立に成功しました。光通信は CMOS の限界を超えてさらに進化できることを示したのです。大陸の間、都市の間、データセンターの間、帯域ダブラは光ケーブルを増やさなくても光通信のスピードを2倍に引き上げます。将来的にはさらに2倍の4倍を目指して研究は続きます。 Other companies started similar research recently. However, we have many advantages of devicesCircuits and signal processing technologies. NTT will continue to be a pioneer in the technical field of optical communications. スマートフォンやタブレットでこれからも手軽に動画が見られる。NTT の技術が光通信の未来を築きます。